はい、二階でございます。聞き取りづらいんじゃないかというですね、今、プロフェッショナルの方からの指摘がありましたけれども、まあ、やると言ったらよく突っ張っていこうかなと思っております。ずっとそれで。いや、ずっとの側です。あ、まあまあ、乗りの側で。はい。すでにこう、つば臭くなってます。それはまあ、しょうがないですね。はい。もう私、買い取りになるんじゃないかっていう感じなんですけど。どれくらい超えてるんですかね。何ですか。全然声変わんない。俺、頑張って吸ったのに。え、今吸ったの。今吸ったんですか。今吸いました。何ですか。もったいなんか食って染みるも変わんなくなり、一つの服に変わって人笑い取ろうと思ったのに自分に来ちゃったっていう、ね、カレーみたいな。残念、残念ですね。言わなきゃ分かんなかったのに。でもまだあるアーケードを見て行ってます。筐体があったから基盤を買うじゃないかと。では基盤屋さんに行ったと。まあ、G フロントさん、はい、あ、懐かしいですね。いつもお世話になった、うん、これやっぱりほら、我々の世代ってまだ家庭用ゲームってアーケードゲームを完璧に移植できてなかったから、うん、アーケードゲームを家で遊ぶってことはやっぱめちゃくちゃ憧れが、はい、まあ、そういう憧れだったから、ネオジオとかもね。今でもこの映像は結構レアですよね。入れないところですもんね。あ、そうです。バックヤードですからね。ストップヤードですから、はいはいはい、敷地がすげえでかくて。あ、そうなんですか。あの部分にね、奥行きがすごいあるんですよ。まあ、特別に入れてもらって。じゃあ店舗の部分は本当一部みたいな。そんな受付だけで、奥に飾るだけで、すげえな。あのプチプチで囲われてるから、音声を吸っちゃうの。ほいほいほい。このスタジオみたいなもんですよ。音を吸うっていう。もう少し静かに絞ろう。だからレコーディングとかこれからすればいいんですよ。おしゃれ。基盤屋さん。基盤屋さんで。レコーディングできる基盤屋さんっていう。うん、おー、一撃ですね。店長さん的な人はいないですか。店長さん山下さん、あれ見てますきちんと。あれ巻いた方はそれね、あの、マッチジャパンじゃないかな。違うんですよ。そっちか。一番欲しい。あの、俺リアルズでコンティニューのコラムで俺の名前間違っちゃったことあるから、マッチジャパンって言うのやめてくれない。そうですね、そこ気をつけない。思い出したくない。思い出しちゃった。ケイさん、そのことを知ってて今チクッと。いや、僕らも G フロントさんにオメガファイター、オメガファイター、オメガファイター、相当やられた。これどっちか、これ見なきゃよかったよね。最初だけ取ってきてよかった。いくらだったっけ、オメガファイター。1万円1万円で予算2万円を使い切った。結構するんだ。そうっすね。2万円ちょっともらいすぎちゃってたなっていうのはありましたよ。7ビットで2万円使ってたっていうね、予算を。まあ、そうっすね。でも基盤の相場って大体そんなもんなんですか。いや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 、ヴィンテージカードは消えないですよ。高級相当みたいな。やっぱり家庭用高級相当。はい。そろそろイライラしてくるんじゃないですか、聞いてる方も。これは日本版モータルコンバットと言われている7回大江戸ファイト。一級すごかったですね。弁慶声も。こういうゲームがもう出てくる、そんなんていうかないですもんね、土壌がもう。ゲームセンターって大型機械ばっかりで。ただプレイの噂を聞きつけ。できましたね、レジェンダリーが。来ましたね。確実なら任せるぜ。ブンブン丸と、ママダさん、池袋三万です。池袋三万です。ああ、そのままでワイパーズの時に全国的に名前を打って、あの、池袋ラクソルさんと池袋三万さん、二人でファミツーで守備。ただそのサンマンさんガチでゲームうまいよね。いや、うまいです、うまいです、本当にうまいよね。ずっと攻略記事やってますかね、シンガーマンって。今もモンハンをやられてます。いいじゃん、いいじゃん。ゲームばっかやってるじゃん。いやいや、お仕事、お仕事なんじゃない。ゲームばっかりやってて。昔あのファミマのあれですもんね、ニンテンドーのゲームのコンテストとかに応募して優勝しちゃいましたからね。なんだっけ、64のウェーブ、なんかジェットスキーのゲームあったじゃん。はいはいはい、ありましたね。あれですっげえ上がったわ、あれ本当に。はあ、当時はファミツに。何？当時はもうファミツに在籍されていた。いたいたいた。ポケモンスナップもうまいっていう。写真撮るやつですか？サンタさんが言ってた。ポケモンスナップがうまいっていう。てか何でもうまいっすよね。本当にうまいよ。ゲーム感みたいなのがあるんですね。そうですよ。ブンブン丸さんもね。そうですね。まだまだファミチュアにいた頃ですね。はい。いや、今もいらっしゃいます。今もいらっしゃいます。今、ややこしい。そうですね、ちょっと。まあ、うん、あと13分。もう、やる端から壊れていくみたいな、やっぱ年代もですからね。そう。しょうがない。ボタンの不具合が。八角ボンバーさん。クレーム大好き。クレーム大好き。クレームを入れてくる。あ、でもここら辺お手のものですからね、やっぱり。そっか、二人とも。
山田さんは池袋のゲームセンターでは勤務経験もありますか。僕3人ともそうなんですよね。この後テロップで。あ、そうそう、あ、そうそう、ゲームファンタジア GF センター、フロントローっていうのはちなみに金子直営店だったらしいです。ロケテでも遊んでたっつうんですよ。そうなんですか。それがあっていい時代だな。なんかここで出てくんだ、タタンヤラクーシャンクの話題が初めて聞きましたよ。言葉的になんか頭がおかしくなっちゃったから、タタンヤラクーシャンクっていう、タタンヤラクーシャンクって急に言われたら、この人はちょっと来ちゃったのかな、両方じゃない。五感がちょっとおかしいですね。ちょっと面白い感じですかね。わかりました、わかりました。あのレバーも。でもこう、高さんにお前って言えのはブンブンさんだけですから。うん。そんなもんすかね。へー。ブンブンさんかおさんさんじゃないか。ああ、ブンブンさんでちょっと先輩ですからね。あ、はいはいはい。というわけで、15、マインド格闘ゲーム大会。